爬虫類両生類のメンテをしながら聞く動画、メンテのお供This プラケです。久しぶりにね、メンテのお供を撮っていきたいと思います。皆さん待ってました？待ってないよね。分かってるけどやりますよ。今日もメンテのお供。はい、というわけでだいぶね暑くなってきましたけど、もうマスクがねすごく蒸れますね最近ね。もう本当に困っちゃいますよね。で、僕最近ですね、鼻の穴の中をね火傷しましてそう鼻の穴の中火傷したんですよ。でもうなんかカピカピになっちゃって、もうあのかさぶたみたいになっちゃって、なんかもうこう鼻の下とか伸ばしたりとかしてもこう鼻が突っ張っちゃって、もうすごいちょっと痛いんですけど、今痛いというか痒いというか、でなんかそこ触っても痛いし、まあね、幸いね、さっき言ったマスクのおかげですね、まあそのかさぶたのあのすごいみっともない姿っていうのはね、皆さんに見られないで済んでるんですけど、まあなんで火傷したかっていう話ですけど、あの僕好きで、あの鼻毛のあのワックスをたまにやるんですよ。知ってます？あのゴッソみたいなやつ、あのなんていうの、粒状のワックスを電子レンジとかでチンして、でこうドロドロに溶かしたやつを棒にくっつけて鼻の穴に突っ込んで乾いたらビッて抜くみたいなやつなんですけど、まあ、それをやると結構気持ちよくて、僕も鼻毛に愛されすぎてて鼻毛が伸びすぎるので、たまにねこうがっつりやってやらないとあの大変なことになるので、まあ、ちょいちょいやるんですけど、でこの間もね、まあ、そんな頻繁にやらないですけどね、まあ、どんぐらいだろう、月に1回とかやるのかな、まあ、それをねこう、まあ、やったんですよ、やろうと思って。でもう結構何回もやってるから、まあ、最初こそね電子レンジ何ワットで何分ぐらいでみたいなこう読むじゃないですか。あ、こんな感じでやんだなみたいな。でももう何回もやってるからもう大体分かってるんで、まあ、雰囲気でこうピピピってやってこうやるんですよ。まあ、そしたら案の定ですね、あのやりすぎですよ。もうなんかもうワックスグツグツいっちゃってて、いやこれを鼻の穴に入れたらとんでもないことになるだろうと思って、まあ、もちろんねさすがに僕もそんなド M じゃないんで、それはそのままね、ちょっとそのまま棒にこう棒で何ですか、こうかき混ぜながら冷ましてですね、まあ、ただ触ることはできないんで、ただなんとなく今までの感覚でですね、このワックスがねだんだんこう何ていうんですか、冷めてくるとね、最初は結構ドロドロに溶けて液体みたいなのが結構こう硬い感じになってくるんですよ。でなんかまあこの感じ絶妙だなっていう硬さがあるんですよね。多分やってる方はわかると思うんですけど、やってない方は全然わからない話だと思うんですけど、でこう、あ、これも温度はあれだけど、まあわかんないけどこの粘性ならもう完璧だろうと思って、でまあでもこれだけねこう粘性が硬くなってくるってことは、まあドロドロ最初ねグツグツいってるところからだいぶ冷めたんじゃないかなっていうので、まあ鼻の穴の中にねこうグサッとやったわけですよ、そのワックスつけて。そしたらめっちゃ熱くてですね、もうめっちゃ熱いけどワックスだからもう外せないわけですよもう外せないから、もう僕ももう諦めてです、もうそのままガッて入れて、もう反対側のやつもガッて入れたんですけど、もう反対側もうちょっと時間置いてからやったから大丈夫だったんですけど、最初に入れた方の左側の鼻の穴がね、もうねもうその後ピッて抜いたら、もうなんていうんですかね、もう皮膚がいっちゃってる感じですよね、完全にめっちゃめちゃ痛くてですね、で次の日になったらかさぶたになってたっていうことなんですけど、まあね、あの説明書はちゃんと読んで、あのご使用上の注意を守りましょうっていう話。はい、というわけで今日のテーマ早速話していきたいと思うんですけど、早速って前置き長えよって話なんですけどまあいつものことですよね。皆さん爬虫類の話全然始まらないまでこんなね時間引っ張られて本当すいません。まあでもこれね、そもそもこれ聞いてる人は相当もうコアなファンなので、ほとんどの人はもうね、多分途中でもう離脱してると思うんで、まあもう今までね、聞いてくれてる方、皆さんありがとうございます。はい、というわけで今日はね、爬虫類トークって止まらないよねっていう話をね、していこうと思うんですけど、先日ですね、僕のツイッターで繋がってるフォロワーの方がですね、DM が来まして、ちょっと一回、まあ僕、皆さんご存知かわからないです。僕美容師をやって、自分でお店をやってるんですよね。で、そこでまあ、ね、そこにまあ、うちのペットたちいるんですけど、
まあ、一回ね、その髪の毛やってもらいに行ってもいいですかっていうふうにね、DM をいただいて、あ、ぜひ来てくださいっていうことで、夫婦でね、来ていただきました。お二人ともね、爬虫類好きで、西アフトクレスとレオパって飼ってらっしゃる方なんですけど、で、来ていただいてですね、まあ、もちろん髪の毛ね、やらせていただいたんですけど、で、奥さんの方だけね、髪の毛、カラーとカットさせていただいたんですけど、まあ本当にね、爬虫類のトークがもう止まらなくてですね、まあやっぱりね、改めて、今までもね、こう、僕も接客してて、まあお客さんでちょっとね、なんかそんな話の流れで爬虫類飼ってるんです、なんていう話をね、するとね、興味のある方なんかいろいろ聞いてくださるので、まあそうするとね、いろいろと、あ、こういう時はこうするんですよとか、餌はこんな感じのあげててこれぐらいの頻度であげるんですよって言って、やっぱり全然ね、そういうお客様って何も知らないから、あ、そうなんですねなんてね言うくらいで、まあ、なんて言うんだろうな、こう僕がまあ一方的にね、爬虫類をこう布教してる感じなんですよねあわよくば爬虫類飼い始めないかなっていう感じでやんわりおすすめしてるんですけど、まあ、やっぱりね、聞いてる方はね、今まで爬虫類っていうことはもう本当にその辺で見る、多分カナヘビとかニホントカゲとかその辺をね、チラッと見るぐらいで、飼育っていうことはしたことないから、やっぱりその、なんていうんですかね、爬虫類とはこんな感じで飼いますよみたいな、で、僕が飼ってる種類はこんななんですよっていうね、お話で終わることが多いんですけど、まあ、今回はね、やっぱりお二人ともね、夫婦でね、クレス、ニシアフレオパと、まあ、僕も飼ってる種類をね、飼ってらっしゃる方がね来てくれたので、まあ話がなんていうんですか、ああそうだよね、わかるわかるみたいな、でこんなのも買いたいよねとか、でこんなの可愛いよねとか、でイベントってこうだよねみたいな、で逆に言うとね、同じ爬虫類の中でもあの店行ったことあるとか、あのお店行ったことないとか、まあ、なんかねそういう話がもうめちゃめちゃ面白くてですね、もう本当ずっと喋ってましたね、もう本当に終わってお会計終わっても話してましたもんね。めちゃめちゃ楽しいひとときでした。僕もね、接客しなくちゃいけない側なのでめちゃめちゃ楽しかったですね。でもうね、お客様にはもうせっかく来ていただいたので、強制的にですね、うちの西アフベビーに餌やりをしていただいて、やりたいとか言われてないんですよ、もうやってくださいっていう僕もその日ね、それ終わったらもうね、さっさと帰りたかったので、もうこのね営業中に餌やりを終わらせてしまえば終わったらすぐ帰れるので、ならばぜひやっていただこうということでね、ベビー全員にコオロギをあげていただきました。いや本当にね、いやでも本当にそういう同じ趣味の人と話すって本当楽しいですよね。まあ、なかなかただね、皆さんもちょっと周りはどうかわからないですけど、まあ普通の友達の中にたまたま爬虫類大好きって人がね何人もいるって方なかなかいないと思うんですよね。だからもうどちらかといったら SNS とかで、まあ、爬虫類が好きっていうところが先にありきでつながったね人なんかとねこう話すと思うんですけども、そうするとねこう初めて例えばリアルに会ってもね、本当にやっぱり普段やり取りしてたりとか、やっぱ趣味が同じっていうことで本当になんていうんですかね、こう意気投合するというかね、すごい初めて会ったとは思えない感じでね話せるのがすごく楽しいですね。ただもう僕がそう思ってただけなのかもしれないですけど、だったらすいません、勘違いででも本当にねめちゃめちゃ楽しかったですね。まあ今度ね、僕7月にですね、まあやっぱりインスタつながりでですね、三重からわざわざね、僕神奈川県の相模原市に住んでるんですけど、そこまでね髪の毛を切りに来てくれるということで、まあせっかくだからということでね、普段ね仲良くしている、まあ関東圏というかね、まあ関東圏に限らずなんですけどね、まあ、仲良くしている人にも声をかけて、まあ、オフ会をちょっとお店をね、ちょっとその日はもうちょっと休みにしてオフ会みたいなものを開こうと思ってね声をかけたら、まあ、10人以上のねお友達が来てくれるということで、本当それもね今楽しみにしているんですけど、まあ、その時もね本当に時間を忘れて話すようになるんじゃないかと思っています。で、まあ、その時にですね、うちで生まれた西アフベビークレスベビーがですね、まあ、仲良くしているお友達のところに里子に出そうと思うので、まあ、その日を境にね、もう僕はもうベビーロスになるんじゃないかと思う。まあね、でもいい
里親さんが見つかってすごい良かったんですけど、本当にね、一気に今いっぱいいる子たちがいなくなると思うとちょっと寂しいんですけどね、残りわずかな期間ですけど、しっかり育てて、あの愛情を注いで、あの可愛がりたいと思います。はい、そんな感じですかね。で、まあ、もしね、これを聞いてる方ですね、あのプラケンとこにぜひ髪の毛切りに行ってみたいっていう方はね、インスタなりツイッターで DM いただければと思いますんで、あのお気軽にあのメッセージください。はい、ちょっとあのへんてこなアタオカ美容室ですけど、あの一生懸命髪の毛もやらせていただきますので、よろしくお願いします。というわけで、ちょっとね軽い宣伝を挟みながら今日はね終わっていきたいと思います。はい、皆さんはねどうですか、爬虫類トークをできる友達がいらっしゃいますか。本当にね SNS のおかげで僕はもうすごい爬虫類飼ってるだけでも楽しいのにね、やっぱり一緒にね大好きなものをめでる友達がいるっていうのは最高ですよね。これからもね大事にしていきたいと思いますし、もっとねそういうお友達ができたらいいなと思っています。はい、というわけで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。またねメンテの音も時間ありましたらまた録音していきたいと思いますので、その時は聞いていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までお話を聞いていただきありがとうございました。ブラケでした。バイバイ。